悲報パリ五輪、男子サッカー組み合わせ U23 アジア杯準優勝ならスペインと同組、3位ならアルゼンチン、1位ならう。パリ五輪1次 L 組み合わせはアジア杯の成績が反映、準優勝ならスペイン、3位ならアルゼンチンと同組。どっちも強いなう、日本が優勝すれば問題ない。ちな1位なら D 組でパラグアイ、マリ、イスラエルと同組。準優勝で C 組が一番いいな。同組のスペインとは決勝 D では当たらない。GL に抜けすれば A 組1位の開催国フランスとも別の山になる。本大会の日本での時間を考えると D 組より C 組がいいとき。D 組パラグアイいるじゃん。南米予選1位だぞ。組しやすいわけがないう。スペインの組が一番楽そうだな。北アフリカには分がいいし。ロンドン五輪の時がスペインとエジプトと同グループだったからな、相性は悪くない。グループ D が日本にとって一番厳しいな。苦手な南米と西アフリカで2敗確定だし。親善試合でアルゼンチンボコったよな。まああくまで新鮮だから参考にならんけど。2位になって C 組に入るのがベストだな。他の国も同じこと考えそうだから決勝は1位の譲り合いになるかもしれないう。スペインは五輪は勝ちだからなるべく当たらない方がいいぞ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。